皆さんこんにちは。日本家政 YouTube チャンネルへようこそ。今回のテーマは欠損分の補修の一例を紹介したいと思います。欠損部とはコンクリートやモルタルが割れたり欠けたりしてなくなっている部位のことを言います。欠損部を放置すると欠損部から水が入り込み、コンクリート内部の鉄筋が錆びて構造自体の強度に影響を及ぼす可能性があります。今回の現場はこちらになります。こちらの柱となりますが、柱の角が削れているように見えます。こちらの欠損部の補修をしていきます。まず最初に下地の状態を確認します。ハンマー等を用いて下地の脆弱部の有無を確認します。今回は脆弱部はありませんでしたが、あった場合は脆弱部を除去してください。次に下地を清掃します。今回はハケで清掃しましたが、下地の状態に適した清掃をお願いします。清掃が終わったので下地を確認します。赤い丸の部分に注目してください。 P コンの跡を拡大するとこちらのようにセパレーターの金属部が露出していました。この金属部を錆びないように処理するのにNS メンテペーストを金属部周りに塗布する必要があります。今回の施工手順はこちらのようになります。 NS ハイフレックス HF 線を塗布していきます。5倍希釈液を規定量塗布します。金属部に付着しないように塗布することが望ましいですが、次工程で NS メンテペーストを塗布するため施工上問題ありません。次に NS メンテペーストを塗布していきます。 P コン内部に塗布するのでハケを使用しました。 NS メンテペーストを下地にすりつけて塗布していきます。次に NS ドカモルハードを塗りつけていきます。 NS メンテペーストを塗布してから30分以内を目安に塗りつけてください。下ごすりしてから厚みをつけていきます。コテさばきや仕上がりは多めに見てあげてください。隣へもう一つの欠損部も補修しています。最後に仕上げていきます。塗り付けは無事完了しました。施工翌日の状態はこちらになります。いい感じに仕上がりました。ここで補修前後で比較していきます。左が補修前、右が補修後となります。補修したことで欠損部がなくなりました。NS ドカモルハードはこのような特徴を有する高機能製品となります。養生後、仕上げの種類に応じた上塗りを行ってください。欠損部の補修は下地の状態によって施工方法が異なります。弊社営業マンにお問い合わせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。